よーし、もう始まってっかな。オッケー。で、次、ステージ13ね。いきます。犬回避、スタート。かわいいな。なんか全部キャラクターかわいいんだよね。お、なんか屋根の上に犬が通った跡がある。犬を回避するんでしょ。あー、やばい。やばい。普通に、やばい。やっちゃった。あ、ガン。ここは押しちゃダメなんだね。左側の小袋？お、骨をもらえる。なるほどね。ピンポン。今、回覧板回しに来てると。でも、犬が今、解き放たれてて、ちょっと怖いと。そういう感じね。ちょっといろいろタップしてみようか。お？なんか普通に繋げちゃったくない？今。いいじゃん。じゃあ、普通にこれでいけるんじゃない？なんか、これでも使えそうだよね。どっかにセット。お？猫が来て、ここに来る。犬がそっち行く。で、ピンポン押して、OK かな。よし、OK、OK。おばちゃんめちゃめちゃ笑ってんじゃん。なんで犬逃げたよ、おばちゃん。大丈夫なるほどね。さっき今のちょっともう一回、普通に行ったバージョン行ってみようか。あ、なるほどね。追いかけられると。OK。っていう感じね。もう一回今、繋いだ後普通に行ってみるバージョンは？これで行ってみる。で、ダメと。で、抜け出して。かわいい。で、結局追いかけられてた。了解。なるほどね。凝ってるなー、今回も。で、次のステージと。で、ステージ14。大凶回避。むしろ大凶出る方が少ないと思うけど。大凶回避、鈴か。この鈴が落ちてくる気がする。なんとなく。お、大凶だ。大凶。全部大凶？アイテムがいっぱいじゃん。これいらねえな。いらね、捨てられねえし、どうしよう。おみくじ入れる。通る。大凶だ。どうしたらいいんだろう。まあ、とりあえず右のやつあんまり取らない方がいいね。あ、わかっちゃったかも。俺ちょっとわかっちゃったかも、今。これ、大凶を引いて、大凶、あ、ひだれない。わかってない。ごめん。嘘ついた。いや、大凶を引いた後、右側に結びつけて、なかったことにするみたいな。そういうのができるんかと思ったけど、ちょっと違うかもね。おみくじで100円使うんじゃなくて、参拝するとか。はい。で、振る。お願いしますと。鍵が出てきた。これで、おみくじボックスを開けて、わー、すごい、レバーがある。これを大吉スイッチオンにして、で、おみくじを引くと。あれ？おみくじ引けないじゃん。100円玉がない、もう。あれ？どうしたらいいんだろう。なんか、上、鈴、いろいろタップしてみるとか？落ちてない100円。お？あれ？飛んでみろよ。飛んだら出てくんだろ、みたいな。100円まだ持ってたんだな、男の子。オッケー。で、おみくじを入れると。で、取ったら大吉。オッケー。で、次のステージと。いいじゃない。順調じゃない。で、15、生回避。やっぱ生肉危ねえからね。食中毒とか気をつけないと。いいね。でも友達と一緒にご飯食べて、すごい楽しそうじゃん。男の子、弟やろね。で、お父さん、お母さんも、ここで食べてると。一緒に食べたらいいのに、なんでバラバラ食べてんだろう。とりあえずなんかタップできそうなところばっか。お、これコンセントつないでないと。あ、わかった。今コンセントつながってないから、これ左側がまで行ってなかったと。そういう感じ。あら？こういうレバーがある。これ意味ありそうやな。でも赤にもともとなってたし、それでいいんじゃないかな。肉ひっくり返すとか？違うな。カレンダーも関係なさそう。コンセントぐらいのもんかな。お、男の子。ずらして。男の子ずらして何が起こったでもない。何に今の。ずれる。なんでずれるの？お父さんはずれる。あー、なるほどね。わかった。今繋いだコンセントはこの家族用のプレートの方で、こっち側の方は繋がってなかったと。で、これを繋ぐ。ちょっとやばい。もっと弱めないと。やばい、焦げちゃった。まあ、食べろ、してみようか。ですよね。焦げっすもん。
ごめんなさいごめんなさい、リトライで最初からまあ冷たい、一番小さくしてみようかな次。とりあえずまあずらしてずらしてずらして繋いで、こっち側も一応繋いでおこうか。んで、まあスタートでいいのかな。これ生肉じゃない？やっぱり。まあ生肉壊してみようかじゃあとりあえず。やべやべ。ちょっと面白い。いいね。次。中火ぐらいで、行ってみようか。で、ここつなぐ。ずらすずらすずらすの、これつなぐと。いい感じじゃん。で、食べると。いいんじゃない？いいね。白米進んでるね、男の子。で、次が、ステージが、焼肉いいな。やべ、急に焼肉食いたくなってきた。今日一人焼肉しようかな。次、亀脱走。あ、さっき助けてくれた亀じゃん。亀が脱走したと。上に習字って書いてあるな。なんか押せるところないかな。お、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 なんだなんだ？剥がせた。かといって剥がせたからといって何が起こるわけでもないな。亀脱走注意やろ？お、なんか給食袋みたいなの。何これ、まあ、臭い、ある、あるあるやけれども、持って帰らずに置いてたらめちゃくちゃ臭くなってる、あるあるやけども、ゴミ箱にあるんじゃない？なんで？もうドジっ子にも程があるよ、君。とりあえずはここ開けると。上にいそう。何も取れないか。ほうきをと、中に入ってみる。ガタガタなって、わーんと。もう意味わかりませんと。もうドジっ子にも程があるよ、これ。男の子。狙っとるね、これ。可愛い子ぶりっ子。天然キャラを演じようとしてるね。それは非常にいかんことよ。え？チラッとこうやって見る。これなんか意味あるのかな？ごそごそして、まあ、腐ったパンが出てくると。これも小学校あるあるやね。あとうちの小学校ではね、お米を、なんかもうほんと、俺してないよ。俺してないけど、友達が米をこうね、一粒だけこうやって握って、ピンって、弾き飛ばして天井に貼り付けるっていう、もう、なんていうの、どうしようもない遊びが流行っとったよね。あら、何これ？あ、わかった、完全に。ん？ここはなんもない？なんもないね。で、他なんもないでしょ？これ全部剥がせるじゃん。まあ別にこれ剥がしても剥がさなくても多分一緒な気がするけど、左側の紙回避のやつは、画鋲で止めてあるから剥がれないでしょ？だから、これで剥がすと。何回も剥がす。で、なんかスイッチがある。オン。暗くしたから何？お！どこまで逃げてんの、亀。オッケー。いい感じ。で、次のステージと。いいじゃない、順調。で、亀すごいな。あそこまで逃げるんだ。あ、でも俺昔亀飼ってたけど、やっぱ脱走具合すごかったよね、やっぱり。意外とね、まあ、ゆっくりではあると思うけど、すぐなんか行動力あるよね、亀って。わ、怖いなー。もう出てきてる時じゃん、今。なんで男の子普通に座ってんの？塩がある。塩で清めるとか。はい。塩で清めさせる。ダメか。何があるでもない。あ、開いた。怖っ。電話鳴らす。怖っ。え？塩かけるとか。あー。怖っ。いや、こんななったらマジ怖いよ。あ、貞子、何だったっけ、リングじゃなくて、呪音じゃ、貞子のやつってリングって言うんだっけ？一番最初の何やったかな？あれ怖いよね。何今の？何今のこれ？何してんの男の子？何？塩をどうやって使うかわかんねえんだよ。あ？あ？何？時間戻ってる。お？鏡がある。鏡を女の子の子にあげると。そしたら？それに夢中になると。その間に男の子は塩で撃退する。え？塩与えたらやっぱダメだ。怒っちゃう。もうどうしたらいいんだろう。塩をあげたらダメ。この塩は何に使うんだろう。ここ開けとく、とりあえず。あれ、向こうに興味持った。あれ、どうやるんだろう。さっきどうやってさ、
どうやってあの女の子が鏡持ってきた？電気つけ。いや難しい。ちょっと待って、これちょっと難易度が高い。今まで違う。やべやべ。とりあえず塩は手に入れるっしょ。ここ開けとく。鏡確認する。あ、2回鏡確認したら来たっけ女の子。来ないね。あれ、ここ開けても何もない。あ、これ時計か。時計ぐるぐるしたら女の子が来るのか。で、これを手に入れて、これにあげる。塩を外に巻く。違うな。この塩をどこに使うかやな。電気つけたら切れるでしょ？電話鳴らす。どうするんだろう。鏡確認する。あれ、どうしたらいいのかな。これはちょっと難しいな、非常に。電話鳴らして止めて、女の子タップしても何も起こらない。ちょっと難しいっすよ。ちょっといろいろ試してみるか。タップしまくるとか。あ、で、鏡とずれてんじゃん、これ。よう見たら、今気づいたけど。動きはずれてる。笑ってる、鏡の奥の男の子。まあ、そんなのどうでもいいとして。これ、どうしたらいいの？電気つけたらおこ、お？なに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 ？電気消しても OK だ。塩かけてみようか、女の子に。はい。ダメだ。これだけはダメなんだ。わからんわからん。どうしよう。まあ、とりあえず時計を遡らせて、これを手に入れる。女の子にあげる。塩は手に入れとくでしょ。ここをとりあえず開けてみる。電気を。これ消しとった方がいいのかな。分からん。電気を消して行ってみるとか。分かんない。どうしよう。あ、なんかいる。あ、電気を消すことによって向こうが透けて見えると。で、これを土で閉じて向こうに何かいるのを知ると。で、ブラシがある。ブラシも女の子にあげてみようか。はい。じゃ、どうなんの。うん、綺麗くなるね。可愛くなったね。で、満足して元に戻っていくと。なるほどね。よかったよかった。みんな幸せ。了解了解。よかったよかった。いいね、ハッピーエンドじゃん。次、猫回避やっていこうかな。猫回避ね。猫回避するもんじゃないと思うけどね。あ、なんか右に穴がある。ここに猫に食われちゃったと。早い早い。どうしようかな。とりあえずは、猫に気をそらせるような何かがないとダメだよね。てか早い。どうしよう。展開が早すぎ。まだ何もしてないけど、もう持ってかれちゃうし。どうしよう。ちょっと考える間がない。もうタップしまくる。やばい。タップしまくろう。タップしまくる。お、なんだ？猫タップしたら、あ、猫タップして、あれだ。わかったわかったわかった。来る猫をこうやってタップして追い返すと。そういう感じね。男の子が焼いてる間に、どっから来る次。でもなんか可哀想やな、猫。可愛いし。もう来ない？魚をひっくり返すとか。お、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。多すぎ。やばいやばい。あ、ネズミもいる。ネズミはいいの？ネズミはいいんだね。あー、ネズミの方に猫が。で、焼けて美味しく焼けましたと。オッケー、よし、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。よかったね、ハッピーエンド。よかったけど、今の発想はなかったね。あの、普通に回避ってかタップするゲームみたいになるんだね。オッケー。じゃあ、区切りもいいんで今日はここまで。今日はっていうか、まあ、とりあえず区切りここ。終わり。ストップ。